青木です。しんちゃんです。イエーイ。レビューじゃないな今回の動画は。あ、そう、今回の動画は、はい、うん、秋の三重詩を連れてきた。おお、三重詩、最強中三重詩、おいしい。あれがアッキーの三重詩でございます、はい、ということで見てください。ダデン、もう、うお、しかしトランジューばっかりだな。まあそうね、すごいボロボロになってるけどね、はい、もう使用感がありますけれど、使用感がありますけど、はい、はい、これがねアッキーのね最強中三重詩です。おえおー、しっかりね細かく細かく、うん、細かくというか まあ、それぞれの強み、強みと強みとなぜこの銃を選んだかっていうのを、理由を、理由をね、はい、話していきたいと思いますよ。お願いします。まずは最初に、はい、言いたいのはですね、はい、こちらのやっぱり最強銃、まあ、一番最初に作った最強銃、最初に作った銃、この銃をね作ったんですけど、はい、この銃を作った経緯と、うん、経緯とね、あの今の様子じゃないけど、はい、まあ、やっていきたいと思いますよ。はい、はい、この銃はですね、はい、SRC のM4 でございます。はい、M4 の何だったかな、 BDR だから、なんて言うの、名前忘れちゃった。うん、なんかあったよね。うん、そう、あったんだけどもう忘れちゃう。もう M4 って言ったよね、うん、これはもうアッキーの M4 っていう銃になってしまったの。同じやつないんだっけ。もうね、今ねこの銃ね、僕があの最強銃のレビューやってからね在庫が消えたらしくてですね日本から在庫が消えちゃって、うん、もう今ね絶版品になってしまった銃でございます。やばい。を作った経緯、うん、この銃はまず沖縄にいるじゃないですか、うん、沖縄にいる時はそこまで考えてなかったんですけど、もし関東に来た場合とか、うん、関東でイベントするとか定例会に行くっていう時、はい、そういう時にね、いろんな人と対戦するわけです。そうだね。でいろんな環境下で戦うわけなんですよ、うん、でそのいろんな環境下で戦う上に、じゃあそのオールマイティ、要はですどこでも使える銃。なるほど。そう、どこでも使えてどこでも扱える銃。なるほどなるほど。だからそこまで行っちゃったんだけど、うん、もっと考えすぎた結果、うん、車の中でも扱える銃を作ろうみたいな。で車で扱えるのが非常に難しいんですよ、うんうん、車で振り回すっていうのがなかなか難しい。だけど車まで振り回せる銃を作れば CQB は余裕なはずだっていうことでね。確かに、うん、それで作った銃なんですよ。もうすごい、もう見たらわかるけど最初のね頃と比べてね相当ボロボロになりましたよ。めちゃくちゃ使ってるよな。もう錆びまくってて、ね、でちょっと近づくよ。そう、いいよいいよ。ほら、うわ、すっげー、もうすっごい錆びてるし塗装は剥げてるし、セレクターまで、そうで、ほらね、もうボロボロですよ。でちゃんとねメンテナンスもしてますし、いい味出してるね。そう、この文字、文字たちもね、文字たちもね、これもね何回塗り直したことか、うん、あ、塗り直してるんだ。塗り直してるよ一応。塗り直して、うん、またやったりとかね、ここのねあのやっぱサビとかもね、こういい味出てますよね。ここいいですね。そう、使用感が素晴らしい。そう、使用感がついて非常に素晴らしい。でこれね作ったのが3年前。3年か、大体。あ、3年でここまでする俺次、中距離系、はい、中距離系はね、最近作ったね、はい、てれーん、はい、AK ですよ、やっぱりこの AK、 あーやっぱりね最高っすよ。持ってみて、もう使ってみてね、楽しい。あ、そのやっぱり中距離用で組んでるし、中身もブラシレスと、うん、プリコッキングも入れてるから、全然中距離でねまっすぐ飛ぶ。最初のあの最初のそのレビューの方で 30m から上がってからの落ちるから、あー、ね、それがなかなか嫌だなと思ってたんですけど、やっとね最近ね落ち着いてきて、あ、鳴らしが終わった、うん、鳴らしが終わってちゃんと 40m ふーんと飛ぶんで、ふーんと飛ぶからまっすぐ飛ぶ、うん、もう気持ちいい。で気持ちいいのと、うん、やっぱね AK にしてね思ったことがね、やっぱリロードが楽しい。あ、うん、いい。もうこのね、この作業ね、うん、これ引っ掛けてはめる、うん、この作業ね、はい、とか殴ってからの、うん、バン落としてリロードしたりとか、マガジン取ってリロードしたりとか、うん、で電動ガンなんですよ。電動ガンなのに引く遊び、そうチャーハンをね、そうチャーハンを引く遊びがね非常に楽しい、うん、こうバンバンバンってリロードするじゃん。リロードしての上から上げるか
上から上げるか横からソースカットして、うん、こう持つとねもう非常に楽しい、うん、操作性がねロマンで作ったから、うん、本当にねロマンの味があってね本当に面白い詰まってる、うん、長距離長距離長距離ですよ、はい、で僕はね元長距離出身なんで長距離出身長距離出身水泳か水泳か長距離出身なんで長距離水平泳ぎで行くなかなか鬼畜だな持久性だよねそうね、はい、長距離用の銃長距離用の銃はい長距離用の銃でございます。はい、来ました。はい、来ました。SR25。ちなみに言います。はい、この三種の神器じゃなくて、なんて言ったっけ？三銃士？三銃士か。うん。三銃士の中で一番長いです。120センチ。ああ、その長さもそうだし。ああ、使用がね、使用歴がね。使用歴も一番長いです。うん、遠距離。一応エアコッキングがいいですよやっぱりあのコッキングしてね、うん、一生懸命パン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 って、まあ、一発一発の重みもあるからねそうそう重みもあるから非常に楽しいです、はい、楽しいですけどやっぱエアコキばっかりやってたんで、うん、ちょっとセミオートにしたいで遠距離のセミオートにしたいなっていうことで選んだのがこの SR25、はい、こいつがねやっぱりね俺の予想してた通り多分レビュー見たらあもうレビューしたことをねもう、うん、パッて言いますもうやっぱりバレルになっちゃうけどねそう、うん、バレルが長いから命中性がバケモンなんですよ、はい、中身改造するとうん、うん、中身改造すると命中性とかバケモンすぎてもうこれはねおもろいパッて言って狙うんだけど、はい、相手に気づかれずに狙うのをどうやってやろうかとかどうやって倒そうかっていう、ねうん、やっぱりそのまた AK とは違った試行錯誤があるんだねそうそうそうで戦い方も大きく変わります、はい、この動画を見た方いるかもしれないですけど、はい、あの誰か撃ってくれないかっていうのをねあの僕がね狙撃してねはい倒したぞっていうねか受かる立つるぞ倒したぞっていうね、うん、あの SR25 のね射撃動画があるんですけどう、ね、もうああいうのがねたまらん、うん、あのなんていうのかなガンダムみたいに、うん、あのキャラクター性があってババ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 うわこのガンダムかっこいいなじゃなくて華々しい活躍でもなくそうそうこのババ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 バってやってる人のあの狙おうとしてるとか裏から回ってくるのを近くから来るやつらを来るやつらをあの静かに倒すなるほどであガンダムさんすごいですねガンダムさんすごいですねって行こうなんていうのチヤホヤされてる中を後ろで静かに佇んでる静かにクールに立ってたうわいジャイアンジャイアンも今クールに立ってたこうこれがスナイパーが面白いんですよ、うん、で、まあ、セーフティーでね、まあ、パーッと帰ってきてであの、ね、みんなにねうわクソでかいですねとか言ってクソでかいですねとか言ってめっちゃ長えもんなそう肘を置いてねクールにねうんスナイパークール俺実際見たことないけどそんなお前こうクールいやとか言って見たことねえお前のそんなところそんな長い銃を持って取り回しできるんですかみたいな、うん、みんなが気づいてないだけだよみたいな子供とかにねどれがどっちが大きいかなとか言って遊べるからなるほどそういう遊びもできる SR25 は SR25 はできるから、うん、もう本当におもろい、うん、まあこれが今回ね僕のあの最強銃三銃士か、うん、三銃士でございますはい、うんまあ、本当にそれぞれの強みというか、うん、特徴があっていいね特徴があって本当に面白いね、うんうん、俺は思ったなんか置いていい横にしろ、うん、落ちるぞニコちゃんアニコちゃん大丈夫踏まれてない大丈夫大丈夫はいこれがね僕の最強銃の三銃士でございます、はい、これをねこの使いこなしてこの要はフィールドであったり、うん、フィールドいろんなフィールドをねあの使い分けて持ってって本当にサバゲしてます室内戦が多いところは M4 で中距離用でサバパみたいなところだとスナイパー、SR25 か AK とかねそういう感じで遊んでます、はい、で草むらが多いところは AK あ SR25 使ったりとかね、うん、やっております多分ねこれもね
5年後ぐらいしたらまた1個ぐらい増えてるんですけどな、この空いたスペースに、うん、めちゃ近距離用とか超コンパクトな、そう、まあ、SMG かな、サブマシンガン系が、うん、サブマシンガン系のめちゃ、うん、めちゃ近距離用と、なんかもうハンドガン用とかハンドガン、最強のハンドガンが置かれてる、最強のハンドガン、これだKC の死んで止まらこうだまたそこも渋い、そうね使ってる銃が渋いみたいな、うん、でも本当この山頂があればどこでももう対応できるよ、ね、どこでも対応できる、もうね僕この山頂でね、本当本当ね、この M4 もね正直言ったらもうガタが来てるんですよ、あ外装の、そうだね、フルメタルだけどガタが来てたりとかするから、あの M4 とかが変わったりとか、もう絶版便であの同じのが作れないから、世代交代があるかもしれない、世代交代があるかもしれないですけど、まあ、そこもね受け入れながら、そうだね、うん、売りません僕はあったね、僕は、うん、僕は売りませんよ、3万だった、うん、3万で売りませんよ、もう3万で売りませんよ、うん、全然、うん、20万で売ります俺の皮膚と血と泥がついた、うん、あの M4 そう、まあ感じですけど、うん、まあ世代交代があったりとか、まあ、するかもしれませんけど、でもまだあれが一番短くて、一番短くて使ってたのがカー50、うん、だから面白いよね、その5年前とか4年前はあのね、スプリングフィールド、ね、FNC カー50みたいなそれはそれでクソ渋いんだけど皆さんもね、ぜひこう戦場でね、あの同じ銃の味が飽きたな、いろんな銃やってみたいなという方はね、うん、ぜひ参考にしてもらって、はい、そう、ここで本気の M4、はい、本気の M4、 ロマンと遊びの AK、うん、で、ここのいやらしいスナイパークールなスナイパークールなスナイパーという感じでね、はい、フィールドで遊んでみると本当に楽しいかもしれませんということで、はい、あの皆さんもねこの三銃士、うん、ぜひ作ってみてくださいということで、はい、じゃあいきますよ、お、うーん、うーん食べるね、じゃあ